俺を呼び出したのはお前だな。純粋無垢な瞳をしているが、己が召喚したのが何者か分かっているのか？その通り、俺は悪魔だ。そして今この瞬間からお前がただ一人の主、しもべである俺にどうぞご命令を。ほう、ハロウィンの夜を楽しみたいと。承知した。不安に思うことは何もない。経験したこともないような閲楽に満ちた一夜をこの俺が提供しよう。そのためにもハロウィンの夜までじっくり時間をかけてお前のことを深く知っていかねばな。包み隠さず教えてくれるか？ああ、名乗るのが遅れたな。俺の名はマサト。これからの時間は全て俺に預けてくれ。お前の大切な願いを叶えるために。ほんと、人間って強欲だよな。身の程知らずなことを願うほど俺たちに支払う代償もでかくなるってのに。そう言うな、ショウ。この場合、我々悪魔は一度に大きな収穫を得ることができる。ささやかな願いにいくつも付き合うより割がいいだろ。とか言いながら、お前ってそういうの好きだよな。少しずつ依存させて最後に魂ごと持ってくとかさ。さて、そこにいるお前の主人はどうだろうな。嗅ぎ慣れた匂いが漂ってきたと思ったら、悪魔同士の会話を盗み聞きするとはお行儀の悪いご主人様だ。怯えているのか？悪魔に隠し事はできんぞ。だが案ずるな、俺は契約をたがえたりはしない。ハロウィンの夜が待ち遠しいな。そっと一歩ずつ交互に足を踏み出してみろ。俺の腕につかまって。そうだ、まだ少しぐらつくようだが、慣れれば地面を歩くのと何も変わらない。ではこのバスケットから菓子を撒いてみるといい。無限に湧くのだから豪勢にな。甘い香りに惹かれ、人間たちが大勢集まってきたのが見えるだろう。言われた通り、魔物たちには害のないいたずらまでと命じているが、盛り上がりに欠けるのではないか？お前が楽しいのであれば俺は構わないが、お前の微笑みのために準備を重ねてきたのでな。まだこんなものではない。この夜を滑る者として望むことは全て叶えてやる。口に出してみるがいい。主の喜びが悪魔の喜び。心ゆくまでハロウィンを味わい尽くしたならば、その後は俺も甘露をいただこう。それまでこの手を決して離さないようにな。